豆豆豆豆まん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 。おはようございます、加藤ねです。というわけで本日はアカペラ動画がどのように作られているかご紹介していこうと思います。まずはレコーディングをしていきたいんですけども、その前にちょっとですね、こう喉を鳴らすというか発声練習をしてみようと思います。負荷が軽いところから始めていこうと思います。例えばハミングですね。慣れてきたら動かしてみます。いい感じだなっていう感じになってきたらリップロールをやってみます。自分の限界だなっていうところまで行って戻ってくるを繰り返していくと、少しずつ声が出るようになってくると思います。発声練習の重要なポイントは、このように声を鳴らしていく、喉を温めていく練習と、音階を練習してピッチ感を養う練習をそれぞれ別個に意識して行っていくことだと思います。声が出るようになってきたなと思ったら、例えばキーボードを使って歌っていきます。豆豆豆豆まん豆豆豆豆まん。このように音を半音ずつ上げていく練習もいいと思います。これ以外にも調を変えずに歌っていく練習もいいと思います。調というのは波長調とか異端調とか、そういうものですね。これであれば豆豆豆豆まという調なので、豆豆豆豆まがその隣の音になります。この隣り合った音を移動していく練習が簡単にできるようになったら、一つ飛ばしでやってみます。まま、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 いろんな音の高さからいろんな音の高さに自由自在に動けるようになることによって、どんな曲でも自在に歌うことができるようになると思います。という感じでウォーミングアップできたなとなったらレコーディングをしていこうと思います。そして撮影した素材が揃ってきたら動画編集に移っていきます。僕はもともと歌うことが好きで、アカペラが大好きで、みんなで集まって歌うことが好きだったんですよね。でもそれだけじゃなくて、このアカペラの面白さ、魅力っていうものをどんどん世界に伝えたいって思った時に必要だったのが動画編集、そして YouTube というものでした。アカペラの魅力を伝えるために気をつけているのが曲、そしてアレンジメント、編曲ですね。アカペラの編曲の表現をですね、存分に動画で伝えられるようにすることです。それを実現するために使っているのがこの Adobe Premiere Pro というソフトです。このソフトは本当にたくさんのことができるんですけども、その中でも3つ僕が特に重宝している機能について紹介します。1つ目は画面分割。アカペラ動画といえばこれですよね。このように撮影した素材をそれぞれこうやって動かしてですね、ちょうどいい位置に持ってくることで、みんなで歌っているような感じにすることができています。このように5人を縦に並べることもできますし、工夫次第では自由自在に並べることができます。そして例えばこのシーンでは2人で歌詞をハモってるんですよね。なのでそのアレンジメントを分かりやすく伝えるために、こういったツーショットの編集をしています。さらに工夫するとこんな風に動かすこともできます。君が僕のヒーローだったように今なんじゃない。2つ目は色の調整です。やっぱりですね、撮影場所だったり機材、撮影の設定などが違っていると、一人一人の動画の素材の色味だったり明るさが変わってしまうので、変な感じになっちゃうんですよね。その調整もプレミアプロで行うことができます。この状態だと右下の素材が少し暗いような感じになっています。それを調整してみると、こんな感じになります。なんとなく全体の印象が統一された感じがしますよね。他にもですね、こんな感じで全体の印象を変えることもできます。そしてぼかしを加えることもできますし、ノイズを加えることもできます。3つ目に紹介するのがテロップ作成です。僕の場合は歌っている時の歌詞を表示しています。
今はこのようなテロップになっていますが、この文字のサイズを変えることも簡単にできますし、文字の種類、フォントを変えることも簡単にできます。曲や歌詞に合わせてですね、このように色を変えてみたりとか、縁取りをしてみたりとか、読みやすく背景をつけることもできます。このサイズも微調整できます。基本的にはもう何でもできるって感じですね。本当に工夫次第でいろんな表現ができる動画編集ソフト、それがプレミアプロだと思います。YouTube にもですね、本当にたくさんのプレミアプロの使い方動画、どんなことができるのかっていう紹介動画とかがありますので、ぜひチェックしてみてですね。そしてぜひ皆さんもですね、プレミアプロでアカペラ動画や音楽動画編集してみてはいかがでしょうか。